こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。ここ数年で資材の高騰、物価やローン金利の上昇など新築にかかるコストは随分と上がっています。そこで外構工事もできるだけコストダウンしたいですよね。ということで今回は外構工事でできるコストダウンについてお話ししていきたいと思います。ただ見積もりを安くするってことは何かを諦めるっていうこととネガティブなイメージは持たないでほしいんです。完成した外構を見て残念な気持ちになってしまうなんてことにはならないように、全体的に安くコストを抑えながらもおしゃれな高見え外構を作るコツを3つご紹介します。ローコストでもおしゃれな高見え外構を作るコツ、1つ目は一番欲しいポイントを決める。諦めるものを選んでプランから減らしていくと完成形のデザインから引き算することになるので最終的に物足りないプランになりがちです。これが残念な外交のあるあるパターンなので、おすすめは諦めないもの、つまり一番欲しいものを最初に明確にすることです。そうすればシンプルだけどアクセントの効いたおしゃれな外交が目指せます。例えばカーポートはかっこいいものをつけたいとか、大きなタイル張りモンチは絶対に入れたいとか、一番欲しいポイントを決めましょう。あとはそれを軸にプランナーが予算に合わせたデザインを考えてプランを作ります。何でもそうですが、一番大事な軸を決めてしまえばあとはコーディネートするだけです。もし家作りのテーマがあればそれを外構でも取り入れると統一感のある高見えするお家になります。こちらのお家はヨーロッパのお屋敷の雰囲気がテーマですし、こちらは無垢の家にこだわった後のことなので、ヴィンテージの自然石を舗装で取り入れたり、ガビオンを使って石を取り入れたりしました。それから別にデザインのことだけじゃなくて機能性重視というのも立派なこだわりポイントです。こちらの外構はとにかく屋根を設けて、人も車もバイクも荷物も濡れないファサード、そしてルシアスバルコニーでお庭の床面積を拡張しました。さらにテラス囲いで雨の日でも洗濯物が干せるようにと、とにかく暮らしの快適度を上げることにこだわった外構です。一番欲しいを諦めない外構は毎日見てもやっぱりいいなと思える満足度の高いものになるはずです。ローコストでもおしゃれな高見え外構を作るコツ2つ目は、素材よりもデザインを優先する。家作りでも壁紙や照明、床材などいろいろな素材を選んだと思います。外構もタイルをどれにしようかなとか、塗装の色、フェンスの種類などそれぞれたくさんの素材の中から選んでいきます。特に玄関アプローチや駐車場は自然石やインターロッキングでおしゃれにデザインしたいと思われる方が多いです。でもかっこいい素材はコストがかかります。比較的安く高見えさせるコツは素材よりもデザインにこだわること。例えばこんな風にタイルなどを貼らずにシンプルなコンクリート仕上げでもおしゃれに見せることはできます。駐車場のコンクリートも目地というスリットの入れ方にこだわるだけでグッと高見えします。こちらの駐車場は広い敷地だったので、その広さを生かすために砂利目地を横方向に入れています。コンクリートの割れ防止のために実は縦にも目地を入れていますが、デザインの邪魔にならないようにここはグレーの伸縮目地にしています。コンクリートを広い範囲で打設するときに目地は必須なので、割れの防止のためだけに十字に入れるよりはせっかくならおしゃれに取り入れるのがおすすめです。アプローチ階段では基本はモルタル仕上げで、毛込みだけ黒にするっていうのもよく使う手法です。一般的な階段よりも高見えしますよね。タイルの階段にするよりも安くおしゃれにもできちゃいます。でもやっぱりちょっと金額が上がってでも欄形石を使いたいという場合はこんな感じで一部に取り入れるのをおすすめします。ただそのデザインの入れ方によっておしゃれかどうかの印象は変わります。こちらのお家では緩やかな R でデザインすることでデザイン性もアップさせつつ、石の面積は減らしてコストダウンとおしゃれを両方叶えました。それからこちらの門柱に貼っている石はサンゴ石灰岩という比較的お値段の張るものです。なので L 字の塗り仕上げと組み合わせてデザインすることで貼る面積を少なくしています。石の凸凹があるところよりも塗り仕上げで表面がシンプルになっているところに表札をつける方がこだわった表札のデザインも見えるので一石二鳥です。ローコストでもおしゃれな高見え外構を作るコツ3つ目は、シンプルイズベスト。コスパよくできるだけ安くおしゃれにしたいならシンプルなおしゃれを目指すのが断然おすすめです。特に機能門柱やフェンスなどエクステリア商品は基本的には最初に言った一番欲しいポイント、主役以外はよりシンプルなデザインの方を選ぶのがおすすめです。例えば機能門柱単体で見ればこっちよりもこっちの方がよく見えるかもしれません。でも実際に設置して建物を含めて全体を見ると単体のデザイン性はそんなに重要じゃないこともあります。むしろシンプルで周りと調和する方が他のアクセントを引き立ててくれておしゃれだったりします。こんな感じで機能門柱がシンプルだからこそこのデザイン性のあるフェンスが生きてますよね。
シンプルな白の建物にもよく似合ってます。色を決める時も同じ、ステンカラーの単色か木目柄かで、フェンスだけを見たら木目の方がよく見える場合が多いですが、建物と全体のバランスで見たら木目が絶対にいいとは限りません。ステンカラーのシルバーの方が黒いお家とのコントラストが効いてかっこよく決まったり、逆に外壁の色になじませることで建物が引き立って見えることなど、単色の方がかっこいいパターンも多々あります。ちなみにシンプルだけどおしゃれに見える、でもリーズナブルな一押しのフェンスがあるのでご紹介します。黒の細いラインがデザインのアクセントになる YKKAP のルシアスフェンスライトがおすすめです。木目のラインナップもあるんですけど、商品代も木目の方が高いですし、木目ってこういう細いデザインで柄の面積のボリュームが少なすぎるとあまり柄が見えないので、シンプルなものに合わせるなら黒の方がアクセントになっていいかなと思います。モノトーンのシンプルモダンな建物にはもちろん、少し温かみのある雰囲気のお家にも似合います。ただ1点注意してほしいのは、この商品は手すりやフェンスといった機能よりもあくまでデザイン的なアクセントとして入れるものとして考えてください。個人的にはやっぱりコストを抑えたことで後悔してしまうという結果になってほしくないという気持ちが強いです。外光も工夫次第でコストを抑えてもおしゃれにできる、それどころかもっとおしゃれになったということも可能なので、この動画でご紹介した高見え外光を作るコツが役立てば嬉しいです。ガーデンプラスでは外光工事のご相談、お見積もりを無料で受けたまっております。気になる方は概要欄のリンクからサイトまでアクセスいただきお問い合わせください。このチャンネルでは外光工事に関する情報、施工事例写真や図面を使ってわかりやすく解説しています。この動画が少しでも役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もぜひ見てください。